10本のストローを用意します。はい、こちらです。5、6、7、8、9、10本ですね。10本あります。このうち1本だけ選んでですね、抜き取ってしまいます。はい、いらないです。ですが、ストローは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本減ってないんですね。はい、ストロー、少し短くしたストローを用意いたします。短い方はですね、こう真ん中に切り込みが入っておりましてですね、わかるでしょうか。開けるようになってます。このように開けるようになってますので、普通のストローにかぶせてしまいます。はい、こんな感じです。したらですね、抜けるんです。取るときに抜いてしまうんですね。なので最終的に数えたときは1本なくなってるはずなんですけども、10本ちゃんとあるということになります。簡単です。準備再生はいつでもできるのでやってみてください。僕はまだ体ができていません。それではまた。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。